バーフバリ王の外旋は2017年に公開されたインド映画。テルグ語、タミル語で撮影された全二部構成の女子史的映画、バーフバリシリーズの第2作。バーフバリ伝説誕生に引き続き SS ラージャマウリが監督を務め、古代王国の多い継承争いの結末を描いている。前作を上回る25億ルピーの制作費をかけて、 ハイデラワードのラモジフィルムシティで撮影された。国内外の合計で100億ルーピー以上の工業収入を記録し、インドの工業収入記録を更新して、歴代1位となった。批評家、俳優を問わず映画業界から高い評価を受け、インディアンフィルムフェスティバルメルボールンでは、テルストラピープルズ・チョイスアワードを受賞した。インド国際映画祭のインディアンパノラマ部門で公開されたほか、 英国映画協会の要請でプレミア上映が行われ、第39回モスクワ国際映画祭にも招待された。蛮族、カーラケイヤとの戦争に勝利した後、マヒシマティ王国では、国母、ガ神がバ寺院を参詣する悪魔払いの日の儀式が取り行われていた。その途中で像が暴れ出す騒ぎが起きるが、時国王アマレンドラバーフバリが像をなだめ、ガ神は、 無事に儀式を終える。民衆が、バーフバリを称える声が響く中、王位を逃したバラーラデーバの父ビッチャラデーバは怒り、妻柴神の暴殺を息子に呼びかける。そこに、王家の奴隷剣士、カッタッパが現れ、バーフバリの大冠式の日取りを報告する。ビッチャラデーバは息子を国王に選ばなかった、柴神を罵るが、謀反の心を見抜いていた、カッタッパは彼らを牽制して立ち去る。 芝神は、バーフバリに対して、大冠式までの間、見分を広めるために国内を巡ってくるように、提案し、バーフバリは、カッタッパと共に旅に出かける。旅の途中、バーフバリは、川下の小国君たら王国の大妹デーバ星ナの一個が盗賊団に襲撃される現場に遭遇する。剣をるい盗賊団を撃退するデーバ星ナの姿を、見た、バーフバリは心を奪われ、 身分を隠して、しぶゥと名乗り、彼女の重慶クマラバルマの使用人となりくんたら王国に向かう。バーフバリは軟弱な青年を装いクマラの側に仕えるが、イノシシ狩りの際に、クマラの手柄に見せかけて、イノシシを仕留める姿を見たデーバセーナは、彼に興味を抱く。その頃、部下から、バーフバリの動向を知らされたバラーラデーバは、デーバセーナの肖像画を見て、彼女に一目惚れし、 バーフバリから彼女を奪い取ろうと考える。バラーラデーバからその願いを聞いた、ガ神は、王位を継ぐことができなかった実の息子に対する追い目も、あって、デーバセー名の腰入れを実現させることを誓う。ガ神は、クンタラ王国に莫大な財宝を送り婚姻を申し出るが、大国の一方的な申し出に不快感を抱いた、デーバセー名は申し出を拒否し、ガ神に挑発的な返書を送る。 侮辱されたことに激怒した柴神は回戦を決意するが、ピッチャラデーバの提案を受け入れ、バーフバリに彼女をマヒシマティ王国に連行するように指示を出す。カッタッパからコインの話を聞いたバーフバリは柴神が自分のために話を進めていると勘違いし、義母の気遣いに思いを寄せる。時を同じくして、族とピンダリがクンタラ宮殿を襲撃し、 バーフバリは、カッタッパと共に応戦する。武芸に劣るクマラは女性たちと共に遺室に逃げ込み、怯えていたが、そこに現れた、バーフバリから王族の務めを果たすように激励され、襲いかかるピンダリを相手に奮戦する。バーフバリは、デーバ星ナと共に弓を取り、ピンダリを一ったおし、牛飼いたちと協力して、堤防を決壊させ、ピンダリを一掃する。 バーフバリの活躍を見たジャヤ・バルマ国王は感謝を伝え、カッタッパは彼がデーバセーナに思いを寄せていることを告げる。そこに芝神の使いの鷹が現れ、デーバセーナ連行を命じた文書が届けられる。騙されたことに激怒したデーバセーナは、バーフバリに剣を向けるが、そこで、カッタッパは彼の正体がマヒシマティ王国の直気国王であることを明かす。バーフバリは、 デーバセーナに思いを告げ、思いを受け入れたデーバセーナは、マヒシュマティ王国に赴くことを承諾する。マヒシュマティ王国に到着したデーバセーナは、ガ神に越見し、プレを謝罪する。ガ神は、デーバセーナを許し、王族の一員として迎え入れるが、バーフバリとデーバセーナは、そこで、初めてコイン話がバラーラデーバのための話だった、ことを知る。芝神は、 息子との誓いを守ろうとするが、デーバセーナは、バーフバリとの結婚を望み、自分の意志を無視するガ神を非難する。バーフバリは、デーバセーナとの、あなたの尊厳を守るという、誓いと、ガ神の何者の妨げに対しても、正義を貫けという言葉に従いガ神の誤りを指摘し、彼女との結婚を求める。しかし、激怒したガ神は、 バーフバリの国王即位を取りやめ、バラーラデーバを次の国王に指名する。戴冠式の日、王族や民衆が詰めかける中でバラーラデーバが国王に即位する。ついでバーフバリの国軍最高司令官就任の宣誓が行われ、詰めかけた民衆はバーフバリ万歳と叫び出す。民衆の圧倒的な支持を集める姿を目の当たりにしたバラーラデーバとビッチャラデーバは、 バーフバリへの敵外心を強めていく。退官式からしばらく後、デーバセーナが解任し、バーフバリは、孫の顔を見れば、母上の機嫌も治ると喜ぶ。そこにガ神や、バラーラデーバたちが解任を祝うために訪れるが、バラーラデーバは、身をの妻の側にいられるようにという名目で、バーフバリを国軍最高司令官から解任する。デーバセーナは、 解任を黙認する柴神を非難し、バーフ張りに王位を取り戻すように求め、激怒した柴神はその場を立ち去る。霊馬星名は柴寺院への参詣に向かうが、そこで公認の国軍最高司令官セイクパティが参詣する女性たちの体を撫で回す姿を目撃し、自分の体に触れようとした彼の指を切り落としてしまう。彼女は逮捕されて裁判にかけられるが、 セートパティの証言を取り上げ自分を有罪に追い込もうと、するバラーラデーバを非難する。そこに、バーフバリが現れて、デーバセーナの話を聞き、その場でセートパティの首を切り落とす。ガミは、国王や法を無視した勝手な行動に出るバーフバリに、激怒し、二人を反逆罪で追放する。バーフバリは、芝神から受け取った包茎を返上し、デーバセーナ、クマラと共に宮殿を立ち去る。 宮殿を去ったバーフマリとデーバセーナは平民として暮らし始めるが民衆は変わらず二人を敬愛したためバラーラデーバとビッチャラデーバは危機感を募らせる。デーバセーナの出産を間近に控えた頃彼女の出産を祝う民衆がバーフマリの家に集まる中探検を持った不審な男の姿を見たクマラは彼を尾行する。尾行した先にはバラーラデーバとビッチャラデーバがおり クマラは二人がバーフバリ暗殺をめぐり口論する姿を目撃する。バラーラデーバが立ち去った後、ビッチャラデーバは、クマラにバーフバリ暗殺を止めるためには、息子を殺すしかないと告げ、バラーラデーバの暗殺を依頼する。クマラと部下たちは、ビッチャラデーバの手引きで国王の居室に侵入して、暗殺を決行しようとするが、待ち構えていたバラーラデーバの衛兵に襲われる。 クマラは衛兵たちを帰り討ちにするが、ビッチャラデーバに殺される。ビッチャラデーバは、バーフバリがクマラを手引きして、バラーラデーバを殺そうとしたと訴え、芝神にバーフバリを処刑するように迫る。芝神は民衆の反発を危惧して、処刑をためらい、カッタッパにバーフバリの暗殺を命じる。カッタッパは命令を拒否して、芝神に本意を促すが、 拒否するなら自分がバーフバリを殺すと告げられ命令を受け入れる。バーフバリのもとにカッタッパが反逆罪で処刑されるという知らせが届き彼はカッタッパを助け出すがカーラケイヤに襲撃され重傷を負ってしまう。バーフバリはカッタッパを守るためカーラケイヤと戦い撃退するが背後からカッタッパに刺される。カッタッパは 暗殺が王家の命令だったことを告げ、バーフバリは母女王を頼むと言い残して息を引き取る。そこにバラーラデーバが現れ、暗殺が自身の陰謀だったことを語りながら、バーフバリの遺体を切りつける。カッタッパは芝神に真実を告げ、息子の陰謀を見抜けなかったことを非難する。芝神は後悔し、生まれたばかりの赤子と共に現れたデーバなにわび。 その赤子をマヘンドラと命名、民衆に、バーフバリの使と彼の息子マヘンドラが深刻王に、即位することを告げる。柴神は、バラーラデーバを処刑しようとするが、バラーラデーバの衛兵に襲われる。カッタッパが応戦して、柴神とマヘンドラを逃がし、彼女は、バラーラデーバの放った矢で負傷しながらも滝の下の、世界に逃げ延びるが、出産直後で体力を消耗していたデーバ聖ナは、 捕まり遊兵される。王権を掌握したバラーラデーバは、暴君となり、圧政を敷き、デイバ星なが自分を選ばなかったことへの報復として、クンタラ王国を攻め滅ぼす。一方、芝神の命をとした願いと滝の下の世界の、村人に助けられたマヘンドラは、村長の妻サンガの息子シブルとして成長し、マヒシュマティ王国に戻ってきた。カッタッパから、 父の生涯を聞かされたマヘンドラは怒り、彼に兵士を集めるように告げ、アバンティカたちクンタラ王国一党や民衆と共に、バラーラデーバに対して兵を挙げる。しかし、戦闘の中で、バラーラデーバはジャヤを殺して、デーバセーナを宮殿に連れ去ってしまう。バラーラデーバは、縄文を閉じて、マヘンドラたちを狙い撃ちにするが、彼は、ヤシの木を、投石木代わりにして宮殿に乗り込み、 城門をこじ開ける。ビッジャラデイバは、王家との誓いを破った、カッタッパを罵り、マヘンドラを殺すように命令するが、カッタッパは、シワガミの宣言により、マヘンドラが王位を継承したことを理由に命令を拒否する。一方、バラーラデイバは、自身の手で、バーアフバリを殺せなかった怒りの心を満たすため、マヘンドラに襲いかかる。両軍が入り乱れて戦う中、デイバ星ナは、 悪魔払いの日の儀式を取り行い、カッタッパとアバンティカを連れて、シバージーンに向かう。ビッチャラデーバは儀式の冠水を阻止するため、シバージーンに通じる橋に火をかけるが、マヘンドラとバラーラデーバの戦いの衝撃で黄金のバラーラデーバ像が崩壊し、像の頭部が橋代わりとなりデーバ星名は、シバージーンに到着する。バラーラデーバは、殴り合いの末に、マヘンドラに敗れ、 デーバセーナが集めた小枝の山に倒れ込み、マヘンドラは、剣で彼の膝を串刺しにする。そこに二式を終えたデーバセーナが到着し、動けなくなったバラーラデーバを生きたまま焼き殺す。バラーラデーバを倒したマヘンドラは、アバンティカを王妃に迎え、デーバセーナや、カッタッパが見守る中で、マヒシマティ国王に即位する。戴冠式が取り行われる中、 黄金のバラーラデーバ像の頭部は川に流され、滝の下の世界に崩れ落ちていく。滝下ではマヘンドラが、育ての母サンガのために安置した芝神の石像が彼の異様を称え続けていた。プラバース・アノシカ・シェティ、カッコ内は日本語、吹き替えパーアンダバ兄弟とユディシティラ芝と神々2017年3月に、エスエスラージャマウリは、なぜかタッパが、 バーフバリを殺したのかが映画のテーマであると述べている。映画の宣伝コピーには彼が抱き上げた少年は彼が殺した男というカッタッパをイメージしたものが採用されている。また、ラージャマウリはマハーバーラタにインスピレーションを得て制作したことも明言している。撮影監督 KK センティルクマールによると映画の根底にはムードと感情があったという。クマールは マヒシュマティ王国には、乱色、クンタラ王国には、寒色、バーフバリには、非法和色を意図的に用いている。音楽家、学者として知られるカニキスカニケスワランは、映画のキャラクターが、チャンダママ、マハーバーラタ、ラーマーやナに類似していると指摘している。彼は、バーフバリを、完璧なラーマ、バラーラデーバを、具現化したドゥルヨうだなと表現した。ビッチャラデーバは、 尺に、バドラの死は、ジャヤドラサの死をイメージしていると指摘している。また、古典以外にも、ライオンキング、ムーランからの影響も指摘している。カニケスワランは、ムーランの敵は、赤い竜の花火によって消死します。悪魔のバラーラデーバは、映画の最後に、き木の上に串刺しにされますと述べ、映画を、芝セントリックと表現し、芝が、マヒシュマティ王国の守護神となっており、 メインキャラクターが芝の加護を受け、ガネーシャが火の儀式に現れる点に注目している。アジムプレジ大学教授のチャンダンゴアダは、映画における社会秩序はバルナの秩序のように見え、バラモンクシャトリやバイシャは名前のある存在として登場するが、シュードラは無名の存在となっていると指摘し、マヒシュマティ王国の一員としてムスリムがいることも確認できると述べている。 批評カマヘシカーティは、モジュールとイメージがマハーバーラタのようなインドの女子詩から引用されていると、漢字、バーフバリをパーンダバの集合体と表現している。一方で、ゴワダはマハーバーラタのような道徳的深さや複雑さとは一致せず、影響は大雑把なものと述べている。彼は、双方のテーマを比較し、英雄たちは挫折し、悪は美徳を返上するなど、 道徳的に矛盾する両者を見る。バーフバリは白と黒を極め、英雄は完全に善であり、悪は純粋に悪であると述べている。また、マヒシュマティ宮殿のシーンはベン・ハー、トロイに類似しているが、戦闘シーンはグリーン・デスティニーに類似していると指摘している。スワラジャシのガウラ・クマール・ジャーは、映画はインド人の文化と価値観の具現化と批評した。 彼によると映画にはダルマなき後の立憲主義は国家の腐敗と崩壊につながる。それがたとえ黄金の輝きによって作られた最強の帝国であってもというメッセージが込められていると指摘し、ダーマは永遠のものだが不当な信仰によって得た力は一時的なものに過ぎないと付け加えた。また、バーフバリとデーバなの愛を深さ、厳粛さ、信憑性の点で カーリダーサのシャクンタラーと比較している。批評家たちは本作をライオンキングと比較し、共にウィリアムシェイクスピアのハムレットの本案だと述べており、映画を見たファンからも同様の指摘がされている。インディアンエクスプレスは両作品を比較して、共にメイ君の兄弟であるボー君に国民が苦しめられる、世界を描いた物語であると批評している。 メイ君の息子は故郷を遠く離れた土地で血筋を知らずに育ち、成長後に故郷に導かれ、メイ君の日は暴君によって敷いてあげられる。息子には補佐役がいて、自身のアイデンティティの確立を手助けしているという類似点を紹介している。さらに両作品での不死の描写にも類似点があると指摘しており、ファーストポストは悪役のバラアラデーバとスカーも共に顔に、 傷がある点も共通していると指摘している。当初の公開日は2016年夏の予定だったが、前作、伝説誕生の国際配給の準備のため11月に延期され、さらに2017年4月28日に変更された。2作品の合計制作費は25億ルピーになると推測され、2015年にラージャマウリが確認している。 実際には合計制作費は43億ルピーであり、内訳は、伝説誕生が18億ルピー、王の外戦が25億ルピーとなっている。クライマックスシーンの撮影だけで、伝説誕生の2倍に相当する3億ルピーがかけられている。2017年4月27日に、アラブ首長国連邦などの湾岸諸国で、プレミア上映され、インドでは、 翌28日に公開された。アラブ首長国連邦検閲委員会のウマルサンドゥによると、本作の検閲中に委員会メンバーから拍手が起きたという。また、英国映画協会で上映され、モスクワ国際映画祭でも上映された。インド国際映画祭のインディアンパノラマ部門で上映された。4月22日、テルグ5番は検閲によって言う。 A のランクが付けられ、日本では G ランクが付けられた。パキスタンでの検閲ではオールクリアとなり、ノーカットでの上映が許可され、シンガポールでは一部の暴力的シーンが検閲により、A ランクが付けられた。本作は 2DiMAX で世界9000スクリーン以上で上映され、インドだけで6500スクリーンの上映数となり、それまでのインド映画の記録を更新した。 アイマックスで公開されたインド映画は、チェース、バンバン、に次いで3作目となる。映画は、オリジナルのテルグ語、タミル語のほかヒンディー語とマラヤーラム語に吹き替えされて公開されている。ケーララ州では395スクリーンで上映され、アメリカでは1100スクリーン、カナダでは150スクリーンで上映された。ヒンディー語版は、ニュージーランド、オーストラリア、 フィジー諸島で上映され、タミル語版はマレーシアで上映された、パキスタンではヒンディー語版がセンスクリーン以上で上映された。日本では12月29日に上映された。公開されたのはバンサン・タベロンが再編集したテルク語インターナショナル版だが映画の公表を受けてノーカット版の公開が計画され、2018年6月1日から公開された。 10月19日からはノーカットアイマックス版が公開された。ラージャマウルによると国際市場の観客の大半はインド系住民だが日本市場だけは観客の大半が日本人だったという。2018年10月25日第10回京都ヒストリカ国際映画最前夜祭りではバーフバリ伝説誕生と共に上映されている。打ち合わせ中のプラバース。 サティアラージ、ラージャマウリ2016年9月30日、なぜかタッパは、バーフバリを殺したのかというキャッチコピーとともに、ボフーバリーニのロゴが公開された。10月22日、主演プラバースの誕生日に合わせて、映画のポスターが公開された。CNN ニュース18によると、このポスターで、プラバースは両手に剣と鎖を持った姿で描かれており、 ザヒンドゥーは、ポスターの背後に、バーフバリのバックグラウンドが描かれていると報じている。ラーナーダッグバーティ演じるバラーラデーバのポスターも、彼の誕生日に合わせて公開されている。インディアンエクスプレスによると、バラーラデーバは、悪質な輝き、塩と胡椒の髪を曲げでゆい、お牛の鎧を身にまとい、巨大な伸縮自在のメースを持っている姿で描かれている。 2017年1月26日には、アヌシカシェッティエンジルデーバ星なのポスターが公開された。3月17日に予告編が公開された。本作は、Facebook、Twitter、Instagram でも広く宣伝活動が行われた。プロデューサーの勝負やあららがは、宣伝について、そのアイデアは、異なることに興味がある人々の統計に従う、ことでした。 あなたに技術があるなら、バーフバリ VR は映画を見るための原動力になります。グラフィックの小説やゲームがあるなら、私たちはそれらのニーズに対応する計画も抱いていましたと述べている。2月28日には、バーフバリのタイトルで小説が電子配信された。ラージャマウリは、ビフォー・ザ・ビギニングというシリーズ作品の執筆をアナンド・ニーラ・カンタンに依頼しており、 彼の執筆した小説は3月7日にザ・ライズ・オブ・シバガミとして出版された。4月7日にはラーナーやタマンナーなどのキャストが映画の衣装を着てファッションショーに登場した。4月25日にドバイでプロモーションイベントが開催され、4月28日にはボフーバリー・ザ・ゲームのタイトルでマルチオンラインゲームが発売された。アメリカの配給について、 グレート、インディアフィルムが権利を取得したという憶測が流れたが、同社はこの憶測を否定している。その後、アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの配給権は、シネストン AA が取得し、これらの国では、ヒンディー語版が公開された。タミル・ナード州の配給権は、スリニバサン・セーズ・エス・ピクチャーズが取得している。ヒンディー語版は、カラン・ジョー・ハルのダルマ・プロダクションと、 アニール・タダニの AA フィルムが配給権を取得している。マレーシアでは MSK フィルムプロダクションとアンテナエンターテインメントが配給権を取得した。パキスタンではアムジャード・ラ・シェードが配給権を取得した。テルグ5番、タミル5番、マライアーラム5番の放送権は2億8000万ルピーで発売され、ソニーはヒンディー5番の放送権を5億ルピーで取得している。 本作は公開前に放送の権利で50億ルピーの収益を上げている。ネットフリックスは本作の権利を2億5500万ルピーで取得している。事前予約用のチケットは100万枚発売されたが5月2日までに完売している。その後公開発収のチケットも完売しており売却率はダンガルキット、強くなるの記録を破る過去最高を更新した。 また予約が殺到したため予約サイトにつながらない事態も発生している。アラブ首長国連邦ではインド映画では異例の10万枚以上のチケットが販売された。最終的にインドでは公開終了までに1億500万枚のチケットが販売され過去最高記録を更新した。しかしボックスオフィスインディアはマザーインディア偉大なるムガル帝国。 炎の記録が残っていないため、確定はできないとしている。タミル・ナード州では、複数の映画館で、モーニングショーが中止するトラブルが起きた。理由は、アルカメディアワークスが、配給券をサリグリーンプロダクションに販売した後、K プロダクションに再度販売したことにあった。サリグリーンプロダクションはすでに現地の配給会社と取引をしていたが、違約金を支払うことができずにおり、 アルカメディアワークスは映画を問題なく上映させるために医薬金を全額負担することになった。また、事前に様々な対策が講じられたもに関わらず、公開の数時間後には海賊版がインターネット上に違法アップロードされ、公開2日前には一部のシーンがインターネット上に流出する騒動も起きている。カルナータカ州では一部の活動家がカったッパ役のサティアラ味が、 過去にカービリ側の水源問題で不適切な発言をしたことを理由に謝罪しない限り同州での公開を延期させると声明を発表しサティアラージが謝罪する事態が起きている本作は2017年に世界工業収入ランキングで第52位にランクインしたインド国内で141億6000万ルピー世界市場で28億9000万ルピーの 工業収入を記録した。中東、湾岸諸国では1,110万ドルの工業収入を記録し、バジュランにおじさんと小さな迷子の記録を更新して、同地域で最も高い工業成績を収めたインド映画となった。アメリカでは2017年5月14日の時点で1,900万ドルの工業収入を記録していた。 日本では2018年5月の時点で工業収入が1億5000万円を超え、9月7日の時点で2億5000万円を超えている。公開後、インドでは1億5200万ルピー、海外では6億ルピーの工業収入を記録、公開初日に2億1700万ルピーの工業成績を収め、低オーカバーリの記録を塗り替えた。 公開3日で5億4000万ルピーの工業成績を収め、そのうち世界市場の収益は1億2500万ルピーとなっている。アメリカでは週末2100万ドルを記録し、5月3日二2 5 0万ドルを記録してダンガルキット強くなるの公開発収記録を塗り替えた。インドでは公開5日で5億6500万ルピーの工業成績を収めた。 公開2週間後には、全言語版の合計工業収入が12億5000万ルピーを超えた。公開16日後には13億3000万ルピーの工業成績を収め、そのうち世界市場では2億4000万ルピーを記録した。公開19日後には14億5000万ルピーの工業成績を収め、公開21日後には15億ルピーを超えた。 5月23日には15億8600万ルピーの工業成績を収め、前言語版の合計工業収入が8億ルピーを超えた。公開第5週には16億5200万ルピーの工業成績を収めた。アーンドラプラデーシュ州とテランガーナ州では3億2790万ルピー、タミルナード州では1億5260万ルピー。 カルナータカ州では1億2900万ルピー、ケーララ州では7億5000万ルピーの工業成績を収めた。インドラーナーダックバーティ本作は非評価、観客を問わず高い評価を受けている。フィルムフェアのラシードグプタは4.5、5の星を与え、SS ラージャマウリが作った、待望の続編は、インド映画界が定期的に作るべき映画です。 映画はインド神話や文化に匹敵する巨大な作品です。これまでに作った中では最大の映画であり、CGI には小さな不具合があるものの、おそらくあなたの人生で見ることができる最大の光景になりますと批評している。ザヒンドゥーのサンジータデビダンドゥはほとんどの場合、私たちは王の外旋から目を離すことができません。 それは可能な限り大きなスクリーンで見るべき映画として作られていますと述べている。デカンクロニクルのアヌパマスバマニアンは3.5、5の星を与えキャストの演技を称賛したが、ソリッドプロットの欠如は予測可能な結末になっていると批評している。アジアンネットニュースのビシュヌ・プラサード・ピライは、真、まあ、新しいものは何もない、KV、ビジャエンドラ・プラサードの脚本は、 そのような大規模な女児誌に正義を付与することに失敗していると酷評しつつ、会話には良いものがあり、脚本を発展させる価値はあると付け加えている。ヒンドースタンタイムズのディパジャンシン派は3、5の星を与え、撮影手法と特殊効果を称賛したが、女性キャラクターの演出に欠陥があると指摘し、令和性な保護される立場になる彼女が、 素晴らしい選手として登場してしまうと述べている。インディアンエクスプレスのシューブラグプタはに5の星を与え、ペースと音楽に問題があると指摘し、バックサウンドは必要で宣言的な対話が出てくるのは耳障りに感じる。私は耳を閉じているように感じたと述べている。ボリウッドハンガマのタラン・アダルシュは4.5、5の星を与え、それは観客のための共演であり、 すべての世代をファンにする罠であると批評し、キャストの演技を称賛した。ザ・タイムズ・オブ・インディアのミーナラヤーは4、5の星を与え、それを味わってください。それはインドが誇る、視覚的な催しです。プラバースの演じる父と子は、素晴らしいです。もちろん、あなたの席であなたを掴むのは、CGI と VFX ですと批評している。ファーストポストのヘマントクマールは映画を、 ラージャマユリの女子種と呼び、4、5の星を与えている。rediff.com のスカニア・ベルマは3点を、5の星を与え、壮大かつ偉大な伝統の続編。スペクタクルよりも高いドラマ性は、栄光、スリル、魔術を持つ、復讐の物語であると批評し、監督とキャストについても絶賛している。国外ラムやクリシュナロッテントマトズでは11件の、 レビューが寄せられ、支持率100%、平均評価7.9、10となっている。ガーディアンのマイク・マッカラムは4.5、5の星を与え、軽快なアクションと純粋な心が融合した、顎が落ちるほどの大ヒット映画と表現し、このプロダクションの勝利は、ラージャマウリの頭脳が無限の想像力を脚本に与えたこと。多くの荒れ果てたシークエンスのうち、おそらく最も驚異的なものは、 バーフバリとデーバセーナが三本の矢を放つシーン。それは、愛とアクションの両方を示すシーンだと批評している。ガルフニュースのマヌシャ・ラジャクリシュナンは3.5、5の星を与え、インド神話の兵士と像の壮大な戦闘シーンに、あふれた素晴らしい光景と称賛し、映画の後半はコンピュータによって作られた映像が、物語を引き継いでいますが、これは、インド映画にとって新しく、そして、 エキゾティックですと批評した。スクリーンアナーキーの J ・ハラボーは映画は最初の複雑なアクションの後に始まります。しかし、洞察力のある観客はすぐに物語を把握するでしょうと批評している。インターナショナルビジネスタイムズのカビタ・マハラナは4、5の星を与え、最初のシーンから映画は豪華な視覚効果が見れます。SS ラージャマウィリと彼のチームは すべての場面に最新の注意を払っています。これは視覚的に優れた初のインド映画ですと批評した。roger.ebert.com のサイモン・エイブラムスは4、4の星を与え、私が望むもののすべては大予算のスーパーヒーロー映画やファンタジー映画からは得られません。戦闘シーン、創造的であり、頻繁に苦しめられる。 ショートカットでさえ CGI によって斬新に映ります。彼らはキャストに何が起きているかを気にし、ワイヤーに助けられ、CGI の動物親でいると批評している。カレージタイムズのアニータラヤーは3.5、5の星を与え、映画で際立つのは強力なスター、俳優たちです。プラバースの演技力についてはすでに言い尽くされているが、彼は映画を維持するためのキャストです。 柴神役のラム役リシュナは印象的な演技で知られていますが、この映画でその才能を証明しています。もう一人のベテラン、カッタッパ役のサティアラージの演技も優れており、あなたは映画で彼に同情するでしょう。ラーナーダックバーティはうんざりするほどの悪役で、父親役のナーサルは毒を吐くのに忙しかったが、もう少しキャラクターの肉付けができる余地があっただろうと批評している。 ラジニカーンとは、ラージャマウリを、神の子、本作を、インド映画の誇りと称賛し、チランジービもラージャマウリを、映画を作るためのすべての称賛に値すると、絶賛している。マヘイシュバットは本作を、ゲームチェンジャーと呼び、インド映画について理解していたことのすべてを、再定義すると述べ、娘のアーリー・アーバットも、ロックバスターと述べている。マヘイシュバーブは、 期待を上回ると述べ、シェカルカプールもラージャマウリを称賛した。シャールク・カーンは、鑑賞前の時点で本作を絶賛し、大きな夢を大きな映画館で大勢の観客に売るのならば、そのストーリーを大きく大胆で最も素敵な方法で語る勇気が必要です。ラージャマウリは、それを実現しましたと述べている。プラバースは、シリーズの 第三作が制作されないことを明言している。一方、ヤーララガッタは、私たちはアマゾンプライムでアニメシリーズを計画しています。そして、マヒシマティ王国のバックストーリーを描くノベライズ作品も計画しています。私たちは、芝神がどのように権力の中枢に君臨したかをテレビシリーズで描きたいと思っています。 ファンの皆さんがバーフバリの世界に没頭するための企画を私たちは数多く用意していますと述べている。彼の発言をプラバースも確認し、バーフバリの物語は終わり、第3作はありません。しかし、バーフバリの世界はコミックシリーズとテレビシリーズを通して生き続けますとコメントした。本作は2017年のインド国内のツイッターで最も話題になった映画である。 また、国内のグーグルで最も検索された映画となり、世界でも7番目に検索された映画となっている。本作の成功を受け、撮影が行われたラモジフィルムシティのセットが観光用に開放された。ありがとうございます。